後ろで手を組み王子が登場。かっこいい。山田涼介です。よろしくお願いします。お願いします。全身真っ黒なんですね。真っ黒が多いですね。そうなんだ。肌が白いんで、ね、なんかわかんないですけど黒が似合うのかなっていうか王子の私服はいつも黒ずくめ。今日の予定は親友とちょっとカフェ巡りをしようかな。カフェが大好きなもので。あ、そう。山田は休日になると親友とカフェ巡り。一光さんじゃないだろうな。女子力。まだ行ったことのないカフェとか、なんかリサーチしてどん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 新しいところを開拓していくみたいな。新規開拓。はい、好きなんですよね。ここですね。あ、このお店ですか。はい。来たかった。すごく。落ち着きますよね。こう入ってきた時は和のテイストのなんかまあ家具っていうんですかね、ものも あるんですけど、ランプが洋だったり、一見ミスチョイスなのかなって思 こうギリギリのところを攻める感じだけど、カフェだからこそあり得るこの感じ。評論家だな。いいですよね。絶妙ですね、このバランスが。カフェ愛を熱弁。そして飲み物は爽やかにコーラをチョイス、ね、するとコーラからもカフェうんちくが、ね、氷もいい。グラスに合った大きさの氷を入れるっていう。下まで氷がこれついてるんですよ。ちゃんとこう使い分けてますよね。こっちの氷は割とサイズが小さいんですけど、こっちはよく見てんな。気にしたことないわ。いいバランス。なるほど。すごく。そして10分後。ウェイ。誰？ヤホー。やってきたのは平成ジャンプのメンバー岡本圭人。仲いいんだな、グループで。同い年でプライベートでも仲が良く、週に 2,3 回のはしごカフェは必ず岡本と行くという。目立つだろ。とりあえず合流する。どこにする？カフェ。メンバーで会うんだね。すごいな。そんな二人はカフェでどんな会話をしているのか。なんかたまに料理するよね。何作るの？完全雰囲気怪しいけど大丈夫かな。あとナスのそぼろあんかけとか和食作ってすごい。一人作ってね。うん。それ自分で食べんの？いやでも俺知念とか結構食べさせてるというか、こう、お母さんなの。女子力が高い山田は和食もお手の物。いいね。なんか良さそうじゃない？ここ入ろうよ。入る？雑貨屋へ。すると、これ可愛いね。めっちゃいい。大丈夫？これ好きでしょ。めっちゃ可愛いと思う。超可愛くない？これ売れるもの全てに可愛いを連発。そんなに言ってるんだ。特に目的があったわけではないので再び街ブラへ。そしてあの人には言わない。その後は言わない。ちょっとカフェでご飯食べようかな。またはしごカフェ2軒目。はあ、なんかすごくない？ここすごいっしょ。なんか椅子がすごいんだけど。椅子すごい。山田が選んだこのお店の特徴はソファーへの徹底的なこだわり。全席デザイナーズチェアで統一。アメリカ人の有名デザイナーイーブスがデザインしたチェアに、コルビゼのソファーなど高級品がずらり。デザイナーズマンションみたいな感じのを一部屋借りてカフェにしましたみたいな部屋じゃん、うん、今俺ちょっと家にいる感覚だったよ。あ、そうなんですか。落ち着けるんですよね。これいいな。そうです、うん、このソファって高いですか？いくらですか？それは100万円くらいです。100万円でしょ。さらにこのお店はフードメニューは40種類と充実。岡本が昼食に選んだのは自家製のトマトソースを使ったチーズオムレツ。一方山田は、お待たせしました。来たー。何これ？女子力食べてんだ。スイーツが大好きな山田、食事にもかかわらずワッフルをチョイス。女子大生みたいだよね。女子大生。これね、女子力高いんだよね。高いよ。あんな